関東のこの後のお天気について見ていきます。平、はい、さん、現在はいかがでしょうか。はい、では関東地方をちょっと拡大して見てみましょう。こちらになります。はい、11時過ぎの状況ですが、関東地方晴れの報告が多いんですが、千葉県などが少し雲が広がっているような、状況になっています。はい、まあ、若干雲多め、そして、こちら天気アイコン見ますとね、ご覧の通り晴れアイコン、まあ、伊豆諸島がちょっと雨アイコンありますが、その他雨アイコンなしで晴れアイコンで、関東南部は晴れのち曇りとなっているのが一つ特徴的に言えるかと思います。はい、でこれ晴れのち曇りなんですが、ちょっとねにわか雨心配なんですよね。はい、ではこちら、まず左側、雨の予想になっています。はい、こちら、今夜、夜9時の、予想になります。で上空これマイナス21度という、非常に冷たい空気が関東地方に南下してくるという形なんですね。まあ、これで、大気の状態が、まあ、非常に不安定に、なってくるんですね。で実際ですね、この発雷確率を見ますと、まあ、非常に低いんですけども、房総半島を中心に少し発生確率、落雷発生確率が出ているということで、まあ、大気の状態は不安定になるということです。はい、だから夕方から夜にかけて、まあ、関東地方南部、まあ、千葉県などを中心に、にわか雨、場合によっては雷雨があるといった状況になります。でちなみにですね、はい、ちょっと上空の空気の湿り具合、見ますと、こちら関東地方、特に房総半島を中心に、まあ、上空非常に湿った空気に覆われるという形になります。まあ、こういうことを見るとね、ちょっと夕方から夜にかけて関東南部、千葉県など一部でね、はい、にわか雨などあるかと思いますのでね、ちょっとお気をつけください。で場合によっては東京都心などでも、はい、にわか雨の発生の恐れありますからご注意ください。わかりました。黒い雲が近づいてくると天気急変のサインとなります。お気をつけください。ウェザーニュースのアプリからは最新の気象情報を見ることができます。チェックしてください。